冬の頻尿なんですがどうすれば防げるのかというところを詳しく聞いていきます貧尿期間を中心とした診療を行っている千田クリニックの千田本博院長です千田さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします千田さんこの時期っていうのは頻尿の相談やっぱり多くなるんですかやはり夏場に比べて外出時であったり寝てる間にトイレにく回数が増えるといったご相談は 増えますやっぱりそれは冬だから増えるという、この季節に関係してるんですかそうですねあの冬は夏場に比べて、どうしても汗が出にくくなりますので、はい、汗で出なくなった分、尿の方が増えます、それと寒さ自体でですね、はい、あの膀胱の知覚神経がし刺激されまして。 尿意、えー、が起こりやすくなると言われてますほうほうほうあ一つは汗をかきにくいのでその分排尿で水分をまあ出すということもあるし、はい、もう一つはこう膀胱自体もキュッとととなっちゃうといういことですねと、はい、あの実はですね千田さんにあらかじめこの冬の頻尿の対策を聞いているんですね大きく2つあるということなんですけれどもまずは一つ目体を冷やさないこれ詳しく教えていただけますか はい、えー。やはり、えー、膀胱に刺激入りやすいので、えー、外出時などは首元、手首、足首などを冷やさない。<laughs> えー、また、寝てる間はあ、布団がはだけないようにする。また、あのウォーキングや入浴などで、えー、体を温めて、えー、発汗を流すといったことが効果的だと思います。<laughs> まあ、首や手首、足首、まあ、もちろんねお洋服で温めることできますけれども、それに加えて、運動もいいんですかやはり、えー、新陳代謝、上がりますし、えー、体温上がりますし、まあ、あと発汗につながりますし、すねえー、体を動かすことで、えーえー、熟睡の効果もありますし。 じゃあ体も温まるだけでなくて汗もかくので余分な水分が出ていい感じで出ていいくととうことですね、うんうん、そうですね,ですねそして2つ目がありますね飲み物に注意とありますけれどもこれはあやはり夏場に比べて尿量増加しやすいということで、えー、過剰な水分をなるべく控えるといったことやカフェインの入った尿効果の高い コーヒーや緑茶、アルコールなどをなるべく控えるといったことが大事かと思いますここで肝心なのは、その過剰な水分摂取は控えようということで、まあ、あのなんていう隠れ脱水なんていうことも言葉もありますけれども、えー、飲まないなら飲まないで、それはそれで危ないわけですもんね。まあそ,そういった側面もありますよね。はいうん あとはその飲み物の種類ですよね、利尿作用があるコーヒーだったり、アルコールっていうのは、特に飲むシチュエーションには気をつけたいですかそうですね、やっぱ外出時であったり、寝てる間、特におしトイレに行くことが支障があるなというふうに考えられる場合は、えー、飲まれる種類であったり、量にご注意いただけるといいと思います。まあ、寝寝るる前ねちょっとあの寝酒にいいいっっってううう方ももらししゃるかもしれませんけどその できれば避けた方がいいかもしれませんね。まあ、適量はあの、あのアルコールは、あの体温を少し上げますので。はい、適量は、あよろしいかと思いますけど。あの控えめでっていうことで。飲みすぎ中 <laughs>。まあカフェインが入っているお茶よりも、水の方があまあよりいいかもしれませんしね、いろいろ気をつけるところありますね。そう,そうですね。ここまで千田クリニックの千田元博院長にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。